さあ、いよいよ決勝。決勝です。いいですか。はい、じゃあゴングお願いします。さあ、どっちが勝つか。おお、止まった。止まった。いや、びくともしないか。ここで止まった。ああ、動いた。亀太郎押される。亀太郎、その恥ずかしいロボット。これはちょっとなすすべないですね。ミュウさん、パンダなすすべなしです。で、亀太郎さんがどこまで、あ、でも亀太郎さんも結構本気出しますね。本気出しててじわじわ押すかどうか。亀太郎さんもスイッチは前に入ってるんですか。これスイッチは前に入ってるんだ。亀太郎さんもこれどっちにも動かないんだ。今判定いくとミュウさんがちょっと前に出てるから20秒です。移動ルールがあるんだ。移動ルール、あ、でも微妙だな。これ微妙なんだ。どっちだろう。あ、ちょうど、あ、動いた。10 9 8 7 6 5 4 3。あ、じわじわいってますね。1、これはこれどうだろう。太田さんどう思います。書店員太田、正直僕は亀太郎だと思ってます。じゃあ亀太郎さん優勝です。恥ずかしい。亀太郎おめでとう。おめでとうございます。優勝は亀太郎さんです。第1回ヘボコン1500円のトロフィーを獲得したのは亀太郎さんです。